どうして全部が悪くなりましたか？僕は東京で一番の殺し屋でした。僕は吉光組のに働きました。ボス吉光はたくさん人仕事をさせてくれましたが、何でも終えました。僕は一番いいと思いました。でもこの日のこと、今までの経験はその日のために役に立ちませんでした。ああ、ゼロさん、上がりなさい。どうもありがとうございます。話したいことがあるとお聞きしたんですが。そうですね。ルイージの一族を知っていますか？アメリカのマフィアの一族ですか？はい、そうです。吉光組はアメリカで力を広げたいんです。ルイージの一族は邪魔者になるかもしれません。誰か人を殺してほしいんですか？いいえ、いいえ。僕はあなたに見てほしいんです。アメリカに行って、ドン・ルイージにやってください。その後で、友達になってください。ゼロが見たことを僕に言ってください。とても気をつけてください。わかりますか？はい、お借りしました。はい、あなたは僕の一番の子分です。ゼロしかこの仕事はできません。お借りしました。ありがとうございます。外にリモがあります。そのリモで空港に行ってください。あとで僕はあなたと電話で話しますよ。怖いです。どうもありがとうございます。分かっていたはずだ。ヤクザに義理は意味がありません。ルイージの一族が小さいレストランを持っているのが分かりました。ドン・ルイージはそこでよく食べるそうです。それからレストランに行くことを決めました。ラッキーでした。ドン・ルイージ、僕が観察する。その人はロサンゼルスの一番悪い人ですか？一番悪い人かどうかわかりにくいです。You know what I'm saying? You know what gets it. You know what I'm saying? All right. So, Don Luigi, I knew I'd find you here. Enrico, what the hell are you doing here, huh? I'm gonna do what I should have done a long time ago. I'm gonna get you for what happened. Oh! Hey, those are some pretty slick moves you got there, kid. I might have worked for a guy like you. Interested? I don't speak English. 日本人ですか？大丈夫。仕事を探していますか？僕はたくさんお金を払います。いいですか？日本語をお話になりますか？そうですよ。僕は大学に行きました。立派なことですね。じゃあ、仕事をしたいですか？僕は今働きたいんです。給料が良かったら仕事したいです。じゃあ、とてもいいですね。私のテーブルに座りましょう。どうもありがとうございます。あなたは僕の娘に会ってほしいです。名前はドナテラ。どなただ。これはお名前はゼロです。どうぞよろしく。僕の初めての仕事は終わった。少なくとも僕そう思いました。2、3週間後でドン・ルイージの一番いい子分になってきました。ドン・ルイージは僕にいろいろな仕事をさせてくれました。全部してしまいました。でも、どうしてかわかりません。この時、ドン・ルイージは僕とドナテラを一緒に働かせました。その時、どうしてかわかりませんでしたが、すぐわかりました。ごめん。ゼロにお金を借りています。それは存じでおります。土曜日までにお金をお貸しできますよ。君はたくさん時間がありましたね。ボスはお待ちになっています。ボスは待つのが好きじゃありません。お願いします。今度の土曜日までにお待ちになってください。お金を準備できます。金曜日までにお金を返してほしい。返さなかったらここに戻ってきます。ここに戻ったらあなたを殺すつもりです。わかりますか？はい、わかります。どなただ。ありがとう。ありがとうございます。ジミー、お金を返しなさい。何も言わないでください。ありがとう。ありがとうございます。どうしたんですか？なんでもない。ドナテラはよくできました。どうも。ゼロさんもよくできました。どうして父はゼロは好きかわかりました。ゼロさんはいつか映画に見に行きたいですか？はい、ぜひ。いいですね。今晩の8時に行きましょう。ドナテラさんとデートすると聞きましたか？本当にデートしましたか？デートに誘ってもらいました。そうですか。ドナテラさんはちょっとアグレッシブです。いい日本人の女の人はそんなことはしないでしょうね。日本人じゃないですから。そうですね。じゃあこれはとってもいいです。どうしてでしょうか？わからないんですか？ドン・ルイージはドナテラさんとデートをさせてくれれば、ドン・ルイージがゼロを信頼しているという意味があります。信頼しているんですよ。わかりました。でも僕は暗殺屋です。デートの仕方がよくわかりません。若い時、僕は持ってました。そうですか。はい、僕は助けてあげます。OK、どうも。デートをするのは優しいです。シャワーを浴びて、親切ならば、全部は AOK です。お分かりしました。ボスの言ったことをいたします。それはいいですよ。気をつけてね。アドバイスしてもらいましたが、デートはあまり優しくなかったんです。ドナテラさん、ロサンゼルスにずっと住んでいますか？はい、ここで生まれました。ゼロさんはどこから来ましたか？東京です。本当ですか？大部分の東京人は見かけが違います。どういう意味ですか？目や肌の色はちょっと違います。あなたはアイヌですね。何？どうしたんですか？何も。でも話したくないです。あなたの人種は大事じゃありません。どこから来たか気にしません。はい、分かったけど、日本でこのトピックを全然話しません。特にデートで話しません。あ、すみません。私はとっても失礼ですね。あなたのお父さんはいい方です。はい、でも時々家族のことはちょっとオールドファッションです。私は時々何ですか？大丈夫。何でにありません。とにかく晩ご飯の後で映画の切符を買いました。そうですか？はい、父の友達は映画館を持っています。ああ、そうですか。デートは思ったより良かったです。映画館を出てからドナテラと面白い話をしました。ドナテラは思ったより面白かったです。映画の終わりが好きじゃありませんか？終わりはちょっと違いました。どうして？みんなはハッピーでした。はい、でも日本でラブストーリーはよくもとても悲しいです。ハッピーエンディングはよくありません。でもセラはもう日本にいませんね。うちに送ってください。そう、日本でヤクザのビジネスはまだうちのものです。はい、そうです。友人の家族はイーストコーストで働き続けます。僕たちはウェストコーストで 70% 取って、吉光さんは 30% で取ってください。でも 50% はどうですか？けれども、気をつけなければならないんです。たくさんの金ですから、あなたはまた新しいメンバーですね。もっとあなたを信じるまで時間がいります。なるほど、僕たちのシェアは 40% はどうですか？いいですね。今、ナカティクスのことを話しましょう。ああ、結構ですね。ここにディラがたくさんいます。新しいクラブ。ああ、ドナテラ。お客がいらっしゃいます。日本語で話してください。ああ、どなたですか？ドナテラ。吉光さんにお目にかかってください。吉光さんは私の新しいパートナーです。吉光さん、はじめまして。どうぞよろしく。ドナテラ、デートはどうでしたか？ドナテラは私の日本人の社員をデートしました。あ、そうですか。親切な方ですか？もちろん、私は吉光さんも彼が大好きになると思います。その人は名前があるんですか？お名前はゼロです。ご存知ですか？いえ、この名前の人を知りません。でも、いいデートでよかったですね。じゃあ、遅くになりますよ。ドナテラちゃん、寝た方がいいですよ。吉光さんと私はいろいろなことを話さなければいけませんね。吉光さんとお目にかかってよかったです。こちらこそ。じゃあ、座ってください。クラブのことでその晩遅く何？どうしたんですか？私の父、私はそこに帰って、父は怒りました。お父さんは何をしましたか？とっても怒りました。私をぶちました。家族と名誉のことで怒鳴りました。あれ、どんなことを話したんですか？わかりませんか？私の父はイタリア人なんですよ。父の家族はイタリア人なんです。ゼロに痛がりませんが、私たちデートすることは大嫌いです。ここで待ってください。ゼロ、私の家に呼んで、ゼロの仕事を雇ってあげました。ゼロとドナテラが、うるさい！ドナテラのことを言わないで。ドナテラは全部説明してくれました。ゼロ。ドナテラの夏のうちのバラ園に行ってという手紙を見つけました。父はよかった。ゼロは新しいボスになれます。何のことですか？ボスヨシミツ。どうしてボスヨシミツですか？ヨシミツと知事はルイージ組を合わせる予定でした。死んだのなら。ドナテラ、頭がとってもいいですね。ゼロが一番いい社員でよかった。ゼロ、この女の人を殺して。いえ、そんなことはできません。何？僕の言うことを聞きなさい。この女を殺して。いえ！よく考えてください。ヨシミツを殺せば、一緒に家族のボスになれます。ゼロ、ドナテラの言うことは聞かないで。いえ、僕はドナテラを愛しているんです。今、わかった。ドナテラは私より大事なんですね。走って！バカです。あなたに殺し方を教えてあげました。僕の殺し方で僕を殺して。これが終わり方ですか？行って日本に帰ってもう吉光を見たくないんです。私とあなたはこのお金を分けると思いましたか、アイヌ君。ハリウッドの終わりがないのは残念ですね。日本ではラブストーリーの全部の終わり方はこれと同じです。